ここからちょっとあのマイルールについて、まあ、あの挑戦者という意味で言うともう糸田編も考えたら ものすごい挑戦者なので、そういう挑戦者の人たちが、まあ、今どういうふうに思っていて、でそんな自分たちが思っている言葉が、まあ、若者10代20代とかの L につながったらいいなというふうに思っていますので、ちょっと最初のいくつかマイルールを聞きながら、まあ、僕の方でマイルール自分はこう思いますみたいなのを言わせていただいて、糸田編どう思いますかみたいなところなんですが、ちょっと1番目のやつを少しあの読み上げてもらっていいですか、お願いします。1つ目のマイルール、はい、重要な選択を迫られた際のマイルールを教えていただきたいと思います。はい、僕に関してはもう重要な選択ってもう人生においていくつかしかないというか、まあ、日々小さいのはありますけど、一つは J リーガーになる、39代仕事全部捨てて J リーガーになるっていう時の大きな選択と、それから J リーガーだったのをやっぱり格闘家になるっていう大きな選択、ここはやっぱ結構大きかったんですけど、もう僕の中ではすごくシンプルなんですけど、もうワクワクするかどうかだったんですよ。なんか J リーガーになるって思った瞬間に、目指すって思った瞬間にもうワクワクが止めらんなくてですね、だから僕の中でそれがもう先走って衝動に駆られたように、なんかちっちゃい頃あの木の蜜にこう木に蜜塗って朝方起きてカブトムシ見に行くぐらいのなんかワク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 をどう仕掛けるかみたいな、なんかそういうのが僕にとってのこう行動のまあ根源でもあるなと思った時に、僕の中のまあ一つのルールとしては、ワクワクするかどうかってめちゃめちゃシンプルなんですけど、そこがなんか一つ僕のマイルールだなという気はするんですが、代表どうでしょう。僕はやっぱりまあシンプルに物事を考えるべきじゃないですか、はいはい、あのやっぱりその雑念というか、はい、余分なことを忘れて、なんでこれをやりたいのか、なるほど、もうシンプルです。もう全部削ってシンプルに考えればいいと思います、はい、その時って結構雑念とか邪念とかやっぱりあるでしょ、やっぱ入ってきますよ ね、うん、ねだからそれを削って、なんでこれをやるのか、俺は本当にこれをやりたいのか、もうシンプルにそれだけで、はいはいはい、この削り方みたいなのあるんですか、なんかもうそれはもう自分で、いやもう自分の中から考えて、なんでこれやりたかったのか、これ何のためにやるのか、そもそも何なんだっていう、そう だからこそやってるわけで、なるほど、ね、まあ、そこを捨てていけば答えは1個です、はい、そうするとライズを立ち上げた時ももう本当にそういう一つ決断としてはもうシンプルなもの、うん、シンプルです。ここ大事ですね。じゃあ、はい、すいません、はい、次お願いします。2番目は失敗を恐れないためのマイルあー、これ僕の中ではそのマイルール、まあ、ルールというかその失敗はもう成功の途中だと思っているので、うん、恐れる恐れないも失敗をしないと成功にいかないという前提を作っているっていうのはあってですね、それがまあ特に J リーガーもそうですけど、今特に格闘技は僕にとっても成功も失敗もまだ何かはっきりしていない、もちろん勝つっていうことの一つの成功はあるんですけど、それで勝って終わってしまえばそれで終わりになるかもしれないですけど、僕の場合もっと続けていきたいとかもあるので、でここ2戦は勝ててないっていうのもあるんですけど、僕の中ですごく言い方悪いし、こんなこと言ったらアンチが多いかもしれないけど、充実してるというか、いろんなことを学べてるんですね。なので僕はその勝つ、まあ、成功のための今途中経過であると、そこにもちろんつまずいているんだっていうのがあるので、だから恐れるというよりもそれがないと新しいものを学べないなという気持ちがあるっていうのが、まあ、そういう考え方を持ってるっていうのが、まあ、一つルールというか考えなんですけど、どうですか。まあ、失敗しないルールでしたっけ。失敗を恐れない、まあ、だからとりあえず全力ですよね。失敗を恐れずに全力で挑む、はいはい、まあ、あとはお気楽な言葉になるようになる。 あともう一つはやっぱり挑戦しないで後悔するより、はい、挑戦して失敗した方がまだいいじゃないですか、はい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 、そういう部分じゃないですか、はい、まあ、ある意味なんていうんですかね、あんま細かく考えない、やることやってればなるようになるんで、それがダメだったらもう純粋に認めて、はいはいはい、それは足りなかっただけで、はいはい、まあ、そこももうそれだけです。シンプル。なるほど。そうなんだ。やっぱもうそこもやっぱシンプルに。シンプルです。なるようになるだろうと。うん、やってみろと。やること、じゃあこんだけやったんだからなるようになるんだろう。そうですね。しかもやらないで後悔するんだったら。そうそうそう。やらないで後悔する。やって後悔。それはもう勉強になるんで、はいはいはい、糧になるんで、その本人の人生のね。はいはい、うん。なるほどな。でもやっぱこうやって聞いてると本当にこうちょっと竹終わったような性格というか、うん、いやもうまずスパンでしょみたいな、うん、でどっち取るかはもう自分だし、そこに自分が赴く方にちゃんと答え見つけ出しなさいよみたいな、だから一歩前に出ろよと、はいはいはい、止まってるなと、止まってるじゃん、一歩前に出てから考える、歩きながら考える、ああなるほど、いやなんか石橋をこうやってやってて叩き、ずっと叩いて叩き割れちゃうんで、なるほど、そうじゃなくて割れる前に歩きながらやる、なるほど、で割れた後に歩きながら考える、そうそう、歩いた後に割れるかもしれないけど、行っとれば大丈夫だろう、そう行ってみろと、そのうち石橋も崩れちゃうよって放っとけば、確かに、あなるほど、いやこれはでも僕も今ちょっとためになりました、僕もちょっと止まってなんかちょっと考えすぎちゃうところもあるんで、うん、逆に歩きながらやりながら考えるというのはすごい大事だなと思いました、はい、じゃ次お願いします。はい、勝負どころの試合とかですね、はい、臨む時のそういった時の
準備段階でのマイル。あ、僕はもうそれこそ格闘技の試合は、もう決めてるのがあって、最悪を想定して最善を尽くすっていうのはもう僕の中で常に決めていて、でまずスタートはもちろん勝ったイメージはあるんですけど、リングに沈んでる、もう KO 負けして天井見上げてるとこからスタートして、なんで負けたって巻き戻しから入って、あ、これでやられた、あれでやられた、あ、それ確かにガード悪い、なんかこれができてないとかっていうところをまずトレーニングから落とし込んでいって、で今度はそのやりながら対戦相手とのその時どんな表情でどんな気持ちになってるかみたいな、で最終的に自分の強いところを使って勝ったみたいなイメージ、最後は右こうレフリーに上げられてるっていう、こう最悪を想定して最善を尽くすっていうような、こういう道なりで物事を考えるのがもう準備の中の鉄則なので、僕の中ですけど、そういうふうにすることによって自分なりのイメージを持って試合に挑めるっていうのはあるんですが、代表は僕はね、勝負するときは負けることを考えないですね。まあまあ試合もそうなんですけど、はいはい、だからまあ、まあ攻めで、まあ、試合で言えば攻めとディフェンスを一緒にしてる、まあまあまあ、その勝負する、まあ、あの会社の会社もそうですよ、はい、攻めだけじゃなく、はい、まあ、攻められた時のプロテクションもしっかりしてる、はいはいはい、でも負けのところは考えないです。なるほど、そうか、どう防御するかを考えるけど、それが負けにつながるということじゃなくてっていうことですか。そう結局ね、まあ、そのドアの向こうに、ね、夢があるなら、ね、叩き続けろと、あくまで矢沢駅さんが言ってるんですけど、はいはい、まあ、100回失敗しても101回目で勝てばいいんで、うんうんうん、そういう気持ちですよ、僕は常に。なるほど、だって最終的に勝てばいいじゃないですか。まあ、試合もそうなんですよ、はいはい、じゃああなたがこれから20敗しました、はい、で次一勝がすごい試合だった、はい、それ全部ひっくり返るから、はい、なるほど、そうか、そこにだから負けることを想定するよりも叩きつけて、さっきのあれですけど、このドアの向こうに行きたいんだったらお前叩き続けよ、あくまで叩きつける、それが本気なのかどうかっていうことをずっとこのノックで示して、そうドアが開くかどうかはそれを判断してる。なるほどね。じゃあ代表的には結構運とか、その最後の勝敗は運とか時の運的な運を手繰り寄せるみたいなものもあるってことですね。運も僕は実力だと思ってるんで、だからやっぱ備わってるものが、備わってる人間に運は来ると思ってるんで、それを掴むための努力ですよね。それだから準備万端にするってことですよね。そうですね、そうですね。だポジティブな部分ですよ、ネガティブな部分もしてますよ。なるほど。もうネガティブって言ったら、あえて言うなら自分のブロックだけするというか、これネガティブな部分が浮かんできちゃったりとかっていうのは、やっぱりさっき言った排除です。排除ですね。でも浮かんでくることありますか。浮かんでくることあるんですか。ありますよ、それ。それは、それはやっぱり、ね、こんだけ大きなことやってればね、ね、何かあったらって。そうですね、うん、それはあるけど、はい、もうこれは慣れなんで。そうか、こういう不安とかはもう慣れなんで、ある種それがあるからこそ前に進めるみたいなこともある。逆にそれがまたパワーになるんで、絶対ここで引けないなっていうのがあるし。なるほど。ある程度じゃあその不安とかその負のエネルギーも実はポジティブな方に変換できて、全部前に進めるものになるんだっていうことです。そうか、それが全て準備だということですね。そうそうそう、うん、なるほど、ありがとうございます。なるほど。じゃあ4つ目、はい、心がくじけそうになった時のマイルお願いします。僕はもう本当格闘技やってからのことがまあちょっとやっぱ多いんですけど、精神的に負けたらおしまいだっていうのもあるので、うん、サッカーってよく言われるのが3対0で負けるとき、うん、大体心が折れてそれが5対0とか、うん、要するに 2対0で心が折れると3から4、5、6って大量失点でもう心が折れた分岐点があるみたいなのがあって、で本当に返せる 3-0 で返せる場合ってみんなが折れてないっていう状態があるんですけど、僕の場合、まあ、格闘技言っても一人じゃないですか、リングに立つのは。もちろんチームプレーはありますけど、僕の中ではその、まあ、諦めるな、立ち向かえ、まだ打ち手はあるっていう、これをそのリズムのように諦めるな、立ち向かえ、まだ打ち手はあるって、これもとにかく唱え続けて、僕自分の中にそのまだやれることがあるんだっていう、その追い込むことによって客観視する自分、なんか追い込んでる時ってお前そんなんでいいのかとか、よく僕あの対戦相手の写真を貼っとくんですけど、お前これ負けるぞと、苦しくてもうこれじゃ走れないっていう時も、いやもうこれでいいのかって、ちゃんと客観した自分がいるかどうかってすごく大事で、そいつが自分の折れそうな心を保ってくれてるみたいなところがね、もう一人の自分をやっぱりその生み出してるというか、自我を作ってるというか、なんかそういうのはあって、まあ前ルールというか僕がやってる、はい、一つとしてはあるんですけど、代表何でしたっけ質問、長くて分かんなかった。ごめんなさいね、すいませんね。あ、心が消す、やっぱ冷静になることでしょ。やっぱさっきからも言ったように、あと自分客観的に見れるからですね。やっぱ一番大切なのは冷静ですね。やっぱ乱れそうになった時っていうのは多分向きになってる、主観的で右も左も見えなくなるんですよ。それはどんどんどっちもにはまるんで、冷静に自分を見ることです。あとはまあさっきも言ったけど、なるようになりますから。あ、そうか、
明日のことなんてわからないわけですよ、はいはい、だったら今日精一杯やれば明日も来ますから、はい、だからそれだけですシンプルです。それも冷静な最初からできてたわけではないですか、やっぱり場を重ねて、まあ、経験でしょうね、やっぱりまあ試合やってきたり、はい、やっぱりこのイベントもやっぱり紆余曲折あるので、そうですよね、やっぱりそういう大変な時もあれば、まあ、大変な時期があったからこそ今があるんで、逆にそういうのが土台になって支えてるっていう部分はあるんで、はいはい、だからまあ、まあ経験値が多くなれば多くなるほど、はい、そういう気持ちに対してリセットとか切り替えができやすくなる。ああもうこう引き出しがいっぱいあるんで、あそうです、ね、あこういうパターンこういうパターンみたいな。そうか、じゃあそういう意味で言うとやっぱりいろんなものを経験しておくことによって、うん、自分の土台がこう広くなるから、ちょっとそこの土俵から落ちにくいとか、うん、あこうなったらここの引き出し行けばいいやっていう。あそうするとやっぱりやってみることで心がくじけそうになってもそこを経験することが大事だと。だからさっき言ったようにその失敗もそこの引き出しの一つになるんで。あ、はい、あはいはいはい、なるほど。そういうふうにしていかなきゃ意味ないんで、はいはいはい、やっぱそれでそのままにしないということが大事ということですね。そうそうそう、はい、どう克服するか、はい、なるほどな、はい、次お願いします、はい、次はですね、成長や変化をし続けるためのマイルールです、うん、これはもう僕あれです、あの、まあ、現状維持は右肩下がりっていうのが一個あるので、うん、あのとにかく自分の Now を語れるものがいくつあるかみたいなことを常に考えてるかなっていうのがあるので、まあ、それに過去のことで自分を喋らないで今のことでそれ喋るか、アップデートしてれば喋れると思うので、それが一つの成長かなというふうには思ってはいます、うん、はい、僕はね、あのやっぱり謙虚であってあることですね、はいはい、あとはもうあの柔軟性がなきゃダメだと思います。 あとまあ欲と戦えるかじゃないですか、自分の。ただ欲がないと人間成長しないんですよ、はい、その欲のとのバランスをうまく保てるかが重要だと思うんですね、はあはあはあ、でも欲がなかったらでも人間も成長しないんですよ、はい、だからそのバランスですね。これ欲を、まあ、ある程度どっかで制御しなきゃいけない時、もしくは欲を開花させてうわってそこに走らなきゃいけない時っていう意味での、まあ、バランスって、バランス、そうそう、もうバチャンバランスです、はあ、そこは本当に人間ってやっぱ欲の生き物なんで、はい、みんな成功していくと思うんですよ、はい、欲がない人間はやっぱ絶対成功しないんですけど、はいはい、ただ欲とは戦わなきゃいけない。あ、なるほど、ここが一番難しい、まあ、多分年齢が多分まあ阿比古選手が40ぐらいだったらやっぱ欲もすごいと思うんで、はい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 、僕は年々欲が落ちてくんで、はい、僕落ちすぎる、まあでも欲というか自分の欲というかイベントでこうしてあげたいっていうのが欲はどんどん上がるんで、はいはい、こんな世界にしたいとかっていう、そう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 、あとやっぱり怠慢と過剰な自信を絶対停滞させるんで人間を、それは気をつけなきゃいけないです。ここはやっぱ過剰な自信とかってやってるうちに勝ってやったり、はい、例えばチャンピオンになられたりとかっていう時は、うん、そういう自信っていうのはやっぱ過剰になっていくものですか？いや、もうそれは若かったんで、26、27かな、はい、なった時はそれはなるでしょ、みんな、はいはい、やるでしょ、必要でもありますか？いや、まあ、そうそうそう、そういう経験もあるからこそ、はいはい、でも僕がこれを今そのチャンピオンになってる子に言っても通用しないんですよ、はい、うっせえおっさんが言ってるな。なるほど。ただ僕があの時聞き入れてたら僕はもっと違う人生だったかもしれない。そうか。だからこうやって人生って回ってるじゃないですか。そうですね。若い時ってみんな、ね、親とかに言われたのがうっせえなと思ってた、ね、先輩とかに言われたけど、ね、今考えるとあと、はい、やっとけばよかったな。多分やってたらもっと、ね、はい、短いスパンでいけたんじゃないかなっていう。はいはい、やっぱこうやって人生の繰り返しだなと思いました。ああ、なるほど。うん、そうだ、やっぱそういう意味で言うとそういう、まあ、謙虚でいるっていうのは、うん、そういう経験からも、うん、今そうですね、だからまあ謙虚でいるとまあペコペコするんじゃなくて、まあちょっと普通に自信あっていいと思うんです、うんうん、謙虚っていうペコペコとかするんじゃなくて普通に謙虚であるとか、それはやっぱり対等であるぐらいの感覚で、その 上回るとかではなくて常に対等、人と対等である、まあ、人としてあるべき姿でいればいいんじゃないですか、あそれが謙虚であるってことだと思います、はいはいはい、まあ、過剰にあなんとかねなっちゃうこともおかしいと思うし、はいはい、それが日本人の美徳だと思うんで、はい、うん、これ代表結構海外の選手とか、うん、海外の方と今触れ合うことも多いと思いますけど、はい、そこでいう例えば謙虚っぽさって逆になんかマウント取られたりとかっていうのはあんまりないですか？ありますよ、ありますよ、やっぱ外人は押し押しなんで、はいはいはい、その時は僕も押し押しです。あ、そこはもう相手に合わせてグッと、まあ、そうですね、これもビジネスなんでやっぱやられると飲み込まれちゃうんで、はいはい、まあ、やっぱ外人はやっぱイエスのはっきりしてるんで、そうですね、僕もイエスのはっきりしますし、あそれは別に傲慢じゃないです、これはまあ、はい、対等にビジネスしてるんで、そうか、こっちはマウント取るようなことがあるとやっぱりそれは傲慢だったりするんで、はいはいはい、じゃなくて対等に話し合う、なるほど、その土俵に合わせて自分の中の謙虚さを少しでもマイナチェンジしていくという微調整することは大事だと、はいはい、そうです、面白い、なるほどな、ありがとうございます、はい、はい、次は自分を見失わないための
困りますね。まあ、僕でも本当に僕はもう単純にあの毎日ノートをつけてるんで、もう書いて書いて書きまくって、なんか今の自分のことを言語化したり、例えばこの間試合なんで負けたとか、今度試合こういうの出たいけどじゃあどういうふうにしたらいいかとか、あとはこんなふうな世の中にしたいけど今何ができるかとか、もう自己分析ノートみたいなのをとにかくただただ書いて、自分が本当にしたかったことを、最大目標を忘れないっていうのを、まあ、それこそ日々ずっと続けてるので、もう今何十冊になってますけど、それがまあ一つマイルールかなと思います、うん。まあ、僕はあれですね、まあ、まず左右されないですよね、人にね。自分もそうですね、入手でした、はい。まあ、だから まずは情報や、やっぱ人に左右されないことですよね、はいはい、あ、なるほど、はい、やっぱり情報はあくまでも、まあ、今ネット社会ってすごいじゃないですか、情報って、うんうん、本当に便利で不便な世の中になったと思うんですよ。情報はすぐ入ってくるけど、やっぱりその SNS でいろんな人を叩いてる、いろんなこともできるし、はいはい、あとはやっぱ人の意見もあるし、はい、まあ、それに左右されない、うんうん、これってでもそれこそさっきの海外の話じゃないですけど、うん、いろんな格闘技団体がいて、うん、いろんな情報もちょっと入ってくるじゃないですか、はい、でそういう中でやっぱりこっちの方がいいかなとか、あ、こうなのかって、こうトップとして左右されそうになったりすることはやっぱあるんですか。まあ、だから僕らなんかはやっぱりマッチメイクなんで、イベントというよりいい選手がいるか、はい、いい選手とやらせたい、はいはい、やらせたいんで、はい、じゃあこのイベントでいい選手がなかったらもう、はい、ここはもう終わりじゃないけど、別に交渉はしない。そうですね、なるほど。2つ3つあったらね、はい、だからいい選手がある、ここに B っていうのがいたらそこと交渉する、はい、それだけなんで、もうシンプル、そこもシンプル、はいはい、そうか、やっぱそうすると最大目標というか、ここにあるこんなエンターテイメントとかこういうのを届けたいっていう中に、じゃあ何がいいかっていう取捨選択をしていくっていう、なるほどな。でも確かに便利で不便な世の中っていうのは、なんか本当ちょっと僕は名言かなと思ったんですけど、まさになんかすごくそんな世の中に、まあはい、僕ら、まあ、まあもうちっちゃい頃携帯あったらないでしょ。いや、ないです、ないです。僕の時代も携帯なくて、はいはい、CD じゃなくて VHS とかベータ、あ、そうですね、もうこうですよね。そういう時代で、今はもう何でも見れちゃって、ね、僕の選手時代なんか YouTube もなかったから、そうか、試合みんなもうそのキックボクシングのビデオをみんなで金出して買って、はい、回してみて、そうか、どんどん擦り切れちゃうぐらいですね。そうそう、どんどん劣化してね、はいはいはい、そんな時代なんで、はい、まあ、だからこそ格闘技ってスポーツ全体のレベルは上がったんですけど、その分その情報がでかすぎてみんな頭でっかちになっちゃいましたね。確かにそうですよね。知らなくていいことも知っちゃってる、はいはい、それが余計なものになったりっていうのはあるところですよね。だから頭でっかちで本来のアスリートっていうのをちょっと忘れてるからある。そうか、でもこれってなんか先ほどの話から全部精通するなと思ったんですけど、その要はその邪念とかそういうものもちゃんとブロックできるじゃないですか、うんうん、はい、代表で情報も同じように、うん、いる以来、取捨選択を徹底するじゃないですか、うん、なんか それってもうやっぱりあれですか、経験がそういうふうに、まあそうですね、長年の経験ですね、これはやっぱり、まあ選手時代もそういうこともいっぱいあったんで、はいはい、やっぱそこはやっぱり若い時は苦しみましたよね、はいはい、やっぱそうですか、うん、やっぱそういう変な情報も入ってきたり、はいはいはい、でもそんなこと考えてもしょうがないんで、はい、そういう結局切らないと自分が進まないじゃないですか、はい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 、その情報を言うこと聞いたって嘘かもしれないんで、はい、そうですね、ただもうそういうのがあってるし、これなんかすみません、どこまで使えるか分かんないんですけど、僕その格闘技をやるにあたって、その性欲あるじゃないですか、性欲、はいはい、性欲をその2週間でなんかこう、うん、性欲がガッてなるっていうんで、うんうん、2週間前はもう絶対その一人でももうとにかく妻がいてもするなみたいなのがこう情報として入ってて、結構ちゃんと守ったりしてるんですけど、そういうのはなんかあったりしましたか。いや、いいじゃないですか。あ、それはいいですか。やりたいければやる。やりたければやってもいいですね。まあだから試合前とかはね、その、はいはい、まあ、濃度って変な言い方もあるけど、はいはいはい、やっぱり1週間前ぐらいでも、まあでね、やる子はやるでしょ。あ、そうですか。そんな減量期でも全然できるもんなんですね。いや、減量がきつくなければね。あ、そうですね。減量きつい子は多分もう動けなくなっちゃうね。そうですね。もうそれどころじゃないですもんね。そう、それは。なるほどな、そうか。いや、そうですね。あんまそのね、守ってもね。確かにね。だったらスッキリした方がいいんじゃない。まあ2週間前なら確かにそうですね。なんか昔アルゼンチン代表が奥さんは、うん、その宿舎に、うん、ワールドカップの試合の2日前、3日前かなんかに呼んだっていうのもあったんで、うん、まあだからいろいろ多分あると思うんですよ、うん、それを出しっていう人もいれば、うん、そういうのもありっていうことを考えると、だから逆にそっちでスッキリして強くなるやつもいるし、やっぱ溜め込んで一気に爆発する、まあ、それも人それぞれですよ。ですよね。まあ、試してった方がいいと思うんですね。試してみて、で今度は直前にそうです、ね、やってみるか、はい、したらすごいいい結果になるかもしれない。確かに。じゃあそれで勝ったらマイクパフォーマンスで代表に言います。あのアドバイスが聞きましたって言ってキャラが全然変わっちゃうんですよ。いや、確かにそういうことじゃなかったらそうなんで。すいません、はい、お願いします。はい、次、はい、
人間関係で悩まないための迷いです。いやー僕はまあそれこそさっきのシンプルって話はそうですけど、その人のことを好きか嫌いかで見てしまうので、うん、嫌いな人とは接しないって言ってしまうとすごい語弊があるんですけど、うん、僕は基本的にその人と話したいとか、まあ、さっきの最初のワクワクもそうですけど、そういう人とできるだけいるようにしてるんですね。で、まあ、もちろん会社組織にいるとそれができなかったりもするんで、ちょっとそこはどう合ってるかどうかわからないんですけど、僕はもう本当にそこをその人といてワクワクするかどうか、ワクワクを探すように、例えば嫌いだとしてもその人なんかいい面があるみたいな、できるだけその人の好きとか面白いを探すようにはしています。どうですか、何でしたっけ。人間関係で、でもあれですよ、だからそんな考えないですよ人のことはね。だから、まあ、さっきも人の意見に左右されないこともあるし、はいはい、結局人って言うけどその人のことそんな思って言う人なんていないですよ。身内だけですよ。はい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 、言いたいこと適当に言ってるだけなんで、はいはい、いや本当に意外に無責任だった。無責任なんで、はいはい、そんなの当てにしなくていいし、人の言ってることにも左右されないことですよ一応。面白いね、やっぱりシンプルに本当に、はい、伊藤さんやっぱ例えば誰かに何かこう言われた時でも、うん、っとこう腹立ったりとか傷ついたりとかあんまり、まあまあ、いや言われたけど一回だから深呼吸して冷静になりますよ。あ、まあ、昔だったら言っちゃってたこともあるんだけど、まあはいはい、もう年なんでね、立場的にもそのやったらすぐね、ネタになっちゃうんで、そうですね、だからまあそういうのは一回深呼吸して何が言いたいのかなっていう、はいはい、なるほど。じゃああんまりこう誰と誰をこうすると区別したりとか、あんまりそういう人間関係で、まあ、だから僕はね付き合わない人は付き合わないんですよ。ああ、やっぱりそれはあるんですね、うん、それ一線を置いちゃう人はもう、でも、はいはいはい、あこの人と仕事しないなと思うと、はいはいはい、ね、あのまた違うじゃないですか。そうですね、あ、はい、まあ、特にまあもう一つ言うと SNS でも、まあ、僕も叩かれたりするんですけど、結局、はい、言われるんだ、SNS でも左右されちゃいけないんですよ、はいはい、結局面と向かって言えないんで、そうですね、そこにいちいち力使ってる、そうそう、それを使ってのバカバカしいからほっときゃいいんですよ、はいはい、だから僕はだったらじゃあ直接会場にいるから、はいはい、もう何言いに来いよっていう、そうですね、絶対一人も来ないんですよね、うん、いや来ないと思う、まあ、来たら来たらいいんだけどはい、はい、そういう感じなんで別にどうでもいいかなっていう、まあ、本当にね芸能人レベルでね、はいはい、1日何十万件とかクレーム来たらね、まあ、さすがにね、まあ、そうですね、大変なんだろうけど、はいはい、だから、まあ、まあさっきも言ったように今の世の中はダメですよ、はいはい、あの便利で不便な世の中だったんです、まあ、だからまあ人の意見には左右されずに、はい、まあ、まあさっき言ったように何ていうかな、人は人が自分が思ってると人はそんなこと、そいつ自分のことを何とも思ってないんで、うん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 、なるほど、でも確かにそうですね、はい、こういう2つですけど全部言っちゃいますか。はい、でも言っちゃいましょうか、はい、はい、8個目、学ぶ姿勢を忘れないためのはい、僕はあのもう本当にこうやって伊藤代表でもそうですけど、まあ、メンターというか自分がまあ本当にちょっと尊敬してる、尊敬ももうちょっと追いつかねえぞっていう人たちにできるだけ会うようにしているので、うん、今回もまあ第1回ということもあって伊藤代表にお願いしたりもあったんですけど、まあ、メンターみたいな人もいるのでそういう人たちから何かを取れるか、あとはまあ映画見たりとか意外に僕美術鑑賞とか、まあ、そういうのもちょっとやったりして、その情報の少ないものから何が取れるか、絵って情報少ないじゃないですか、そこから何が取れるかとかっていう、まあ、あの自己内省じゃないですけどそういう時間を増やすっていうのは結構多く、はい、やってはいます。どうですかね、何でしょうね長いですよね、忘れちゃうんですよね、長いから、ごめんなさい、今俺短くしたつもりだったんですけどまだ長かったね、学ぶ姿勢を、学ぶ姿勢、やっぱりその学ぶときはやっぱ純粋な気持ちですよね、やっぱもうやっぱり純粋な気持ちを学ぶ、で、まあ、多分、まあ、講演とかいろんなのあるじゃないですか、はい、人の話すのはやっぱそういう姿勢っていうか、うーん、学ぶ姿勢がないと絶対やっぱ、あの、例えば講演聞くならこの人が何を言おうとしてることとか、はい、しっかり要点を見つけて学ぶようにした方がいいですよね、はい、で学んだらまあそれで実行していく、良きものはっていう感じですかね、はい、要的にそれはただ聞くだけじゃなくてそこに自分の持論とかも、まあ、もちろんいろんなのも入れて、で僕の場合だとこうだったろう、はいはい、あ、こうなんじゃないかなって、そうだからさっきの左右されないっていうのにつながるってことですよね、全てじゃないよと、そこに自分がぶつかることによって一つも生み出すっていうことになると、はい、それは確かに大事ですね、純粋さってすごく僕もなんか重要だな、だって子供なんか好きなものだったら純粋に学ぶじゃないですか、すっごいもうそっちに集中力上がるじゃないですか、あ、そうですね、だそれ学ぶっていうのはもう一緒だと思うんですよ、はい、何かを学ぶ、うん、そういう気持ちでいけば絶対学び方も違うと思うし、はい、
とうございます、はい、ラスト最後ですか、はいはい、この詰め、はい、自分らしく生きるためのマイルです、はい、僕はもう自分の中の自分らしく何かって言われたら自分に嘘をつかないことって、うんまあ、決めてるっていうか、それがあったんで J リーガー目指したのもあるんで、うんまあ、本当に今真っ裸な自分で自分らしくいることは自分に嘘をつかないっていうことを常に、お前今自分に嘘ついてないか、うん、お前嘘ついてないかっていうことを、うんまあ、問い続けながらやってるっていうのがね、自分らしくとは何かを掘り下げることが僕の中のマイルールかなという感じです。やっぱ僕はやっぱりそうですね、自分らしく生きるっていうより、まあ、原点がぶれないようにしていきたいなっていうのがありますよね。あ、はいはい、まあ、僕今今年54なんですけど、魂が老けなければ年取らないと思うんですよ。はあ、年取っても、はあ、なるほど、はいはい、結局魂が老けるから若くても年寄りみたくなっちゃうと思ってるんで、はい、なんとかな、もうやっぱそういう最初始めた、まあ、イベントですね、まあ、ジムもそうなんですけど、はい、なぜここを始めたのか、まあね、年数が 何十万だとみんな変わってくるんですけど、はい、基本根本を変えないようにはしますね。そこから肉付けしていく、はい、それがまあ僕の今の生き方かなと、はい、まあ、でも基本全部一緒ですね、まあ、根本があってそこから肉付けしていくだけで、はい、ここの芯というものをぶれないように していくことがいいかなと、それが僕のあれかな。調達表の原点っていうのはどこになるんですか。もうすごい幼少期のところから思ってたこととか、そういうことよりは幼少期のね、僕ね、小学校低学年は新幹線になりたかったんですよ。新幹線になりたかったんですか。かっこよくて、へえ、すごい足も速く、足も速くて、はい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 、すごい純粋な子でしょ。新幹線になれるわけないでしょ。いや、もう本当に新幹線になるって今ね、運転手じゃないか、新幹線ね、そう、いや、僕運転手と間違いを言ったのかなと思うんですけど運転手じゃないか、新幹線になるで、足もめちゃめちゃ速かった。憧れ、憧れ、新幹線で、ね、でもジャンボジェットとか新幹線とか憧れるし、はい、まあ、そうですね、まあ、小学校1年生とか2年生なんで、はいはい、そっから憧れて、本当にそういう純粋な子で、そうか、で中学校入ったぐらいにブルース・リーに憧れて、へ、まあ、高校から10代はちょっとね、いろんなことやってたんでやってないんですけど、キック始めたのもやっぱりそのブルース・リーに憧れたものがまた蘇ってきて、うん、下北沢に住んでたらそこにジムがあったと。まあ、ちょっと体を締めようかなと思って。なるほど。そしたらもう、そっか、待って。居心地が、自分の居心地が今まで見つからなくて、高校卒業してから、うん、高校卒業してから2年間ぐらいかな、まあ、モデルやっていろんなことやったりしてて、はいはい、居場所がなくて、お酒ばっか飲んでて、はい、俺大丈夫かなみたいな。でも太った体を締めようと思って、はい、ジムでちょっと会員になって練習したら、あ、これ俺の居場所だなって、ものすごい汚いジムでね。臭くて、あ、そうですか。でもそこはもう自分の居心地がいい場所、もう気持ちよかったんですか、やっぱり感じてしまって、もう入って半年ぐらい打ち出しになって、あ、そうですか。もう生活も苦しかったけど、やっぱ心は充実したっていうことだね、はいはい、もうじゃあその体験がやっぱり自分の原点というか、うん、常に思い出すあの瞬間みたいなのがあるんですね。だから本当になんか幸せっていうのは金じゃないんだなっていう、充実させて、はいはいはい、心が充実してることで幸せなんだなっていうのは、その22、23の時に感じて、なるほどな。いや、なんか僕今代表が言ったその居場所っていう言い方がすごくいいなと思ったんですけど、まあ、もしかしたらですけど、ちょっと語弊があるかもしれないですけど、例えばヤーマン選手とかにとってもライズって居場所というか、彼らが絶対そこを出たっていうか、ここが出身地みたいな、なんかそういう居場所をたくさんの選手に与えてるのかなっていうのは、まあ、今ちょっと聞いてすごく思ったので、その原点が本当にそのまんま今このライズに気づいてるんだなっていうのは、まあ、ちょっとお話しさせてもらってすごく思ったところではあります。ありがとうございます。ここまで5つのマイルールを教えていただきました。はい、そのまとめに入っていきたいと思うんですけど、はい、まあ、今日対談してみて、はい、感想といいますか、総括をそれぞれからいただきたいんですけど、はい、もちろん。いや、もう僕はもうさっき最初に言ったんですけど、もうとにかく J リーグのチェアマンと話してるみたいなぐらいの緊張感を最初もちろん持っていて、でもやっぱ話し始めたら糸代表を掘りたくてしょうがなくなってきたというか、めちゃくちゃ興味を湧いてしまって、もちろん知ってはいますし、お話もしたことあるんですけど、ここまでパーソナルの部分を聞いたことがなかったので、そういう意味で言うと、こういう時間を使って糸代表の中も原点まで今引っ張り出せて、もちろんまだまだたくさんあるんでしょうけど、そういうことが学べたことで、いくつかルールの中でも僕とは真逆だったこと、もちろんそれは経験もあるんで、そこから学べることすごく多かったなと。でこれがやっぱり10代、20代の若い人たちに本当に届いてほしいなという感じになったので、僕はすごく楽しかったです。はい、まあ、そうですね、まあ、こういう選手たちとこういう対談ってあんまないんで、すごく新鮮ですね。ただよく喋るなと、まあ、いつも彼とミーティングするときもずっと喋ってるんですよ。
本当はまあ講演とかもやってておしゃべりも上手だし、本当おしゃべりがすごすぎちゃって質問内容忘れちゃったんで、まあでもねすごく新鮮でね楽しかったですね。やっぱりあの高青年なんで、まあライズの中で中年の星としてね、これから中年軍団に狙われてるんですけど、やっぱり中年の星としてはね道を作ってるんですよ彼が。でまあ彼みたくなりたいっていう、まあその35以上の子たちがいたりするので、そういう意味でも彼のそのライズでの存在立ち位置っていうのはすごく非常に強いというかあるので頑張ってほしいなと思いますね。いや、ありがとうございます。この企画はその若い子たちですね、学生の子たちだとか、そういった子たちにも届いてほしいという思いも趣旨の一つにあるんですけど、そういった若い人たちに向けた何かメッセージといいますか、そういうものは。まあ若い子には失敗を恐れないですよ、もうどんだけ若いうちに失敗できるかですよ。もうこれが40、50になって失敗できないじゃないですか、もう失敗を恐れてもいいから、あ失敗を恐れちゃ恐れないでガンガン行けと、やりたいことはいいんですよ、もちろん転職10回してもいいですよ、とにかく興味のあることガンガンやって失敗してもいいからとにかく突き進めと、それは絶対人生の糧になるんで、どんどん行けと。あ、そうですね。まあ、今後なんかせっかくこういうのやって、まあ、カメラを押さえてもらって YouTube もあるので、その今度はあの若い子たちにも来てもらって、なんかリアルのイベントもやって、ね、逆に、はい、アビコ君とその若い選手たちとか、はい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 、また違うと思うね、考えが。はいはい、そうですね。はい、なんかそういうのもどん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 なんかやっていけたらいいなというふうに思います。いろんな人の意見聞いて、でそれはさっき言ったようにその。じゃ情報が増える、でもそれをどうやって取捨選択するかみたいなところも今の話の中に入っているので、そういうのをなんか共有して、僕こんな風に学びましたとか、こんなことをあの聞いてこういうのやってみましたみたいな、なんかそういうリアルな場もどんどん増えていったらいいなというふうに思っているので、そういうところにもまた伊藤代表とお話できたり、また今度若い選手とちょっとね格闘論じゃないですけど、そういうような話も含めてできたらなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。はい、はい、すいません、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。おしゃべりモンスターということで名前があの変わりまして、スーパーボイスモンスターからそっちに変わりまして、でも僕ちょっとすいません、本当楽しくなっちゃっていろいろお話しさせてもらいましたが、学ぶことがまず多かったので、まず今回のコラムでいろんな人に届いたらいいなというのと、あとは YouTube 通していろんな人も知ってもらいたい、そしてまたリアルの場面でもそうですし、これからライズの試合も2月3月と大きな試合もどんどん入ってくるし、まあビッグマッチも入ってくると思うので、まあ、そういうところでいろんな人に見てもらって、このライズという団体からいろんな選手がいるんだと、いろんな勇気を与えてるんだっていうのを知ってもらえたらなと思いますし、中年の星アビコも注目していただきたいというふうに思っております。はい、はい、すみません、最後お願いします。指名、はい、指名お願いします。すみません。まあだからあの何ですかね、まあ、あの今あのまあ阿比子選手がこういうコラム持つことで非常にね、彼ってあのもうやっぱ言葉上手で発信力非常にあると思うんですよ。だからこれがあの今のまあいろいろ若者はいろんな苦節すると思うんですけども、なんていうかな、選手リーダーというか、まあ、相談役、まあ選手何人か相談されてると思うんですけど、彼の人生経験で。なんていうかな、まあ、選手会長じゃないけど、そんな立ち位置が一番いいんじゃないですかね、まあ、そういう部分ではなんか、まあ、それでまあ選手だけじゃなく今こういう見てくれてる若者たちもメッセージ、はっきり言って彼の人生を見たら他の人たちは勇気もらえますよね。38で J リーグだっけ39で40で J リーグになりました。でデビューが40、デビュー41です。もう波乱万丈じゃないですか。本当好きなことやってますけど生き生きしてますよね、はい、今の若い子にもそういう力を学んでほしいというか、生きる力というか、そういうのを学んでいただけたらなと思いますね。